昨シーズン一部に復帰したリーグ戦でいきなり3位に食い込む大健闘を見せたベティス。リーグ最少失点を誇る鉄壁のディフェンスラインからの鋭いカウンターアタックで昨シーズンのスペインリーグを大いに盛り上げました。アトレティコマドリードをホームに迎えたこの一戦に勝って今後の戦いに弾みをつけたいところです。一方、かつての名門ながら昨シーズン14位と低迷したアトレティコマドリードは今季に入ると一転して快進撃を見せ、14節現在強豪バルセロナを抑えて首位に立っています。しかし今日の相手は昨シーズンの台風の目ベティス。現在の成績差以上に侮れない相手と言えるでしょう。今日の BS ワールドサッカーはスペインリーグの第15節ベティス対アトレティコマドリード。解説は金田信俊さん、実況北にでお伝えしてまいります。金田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アトレティコマドリードは現在首位です。この赤のユニフォーム、昨シーズン14位ですからメンバー大幅に変えてね、今年そうですね、大きく変わりました。11人ぐらいメンバー変えてると思いますけどね、はい、非常に好調ですね。一方、ホームのベティス、ベニート・ビラマルティンスタジアムですが、こちらも昨シーズン一部に復帰してきてから、まあ、非常に堅いディフェンス陣でね。そうでしたね、カウンターが非常に冴えたチームでしたね。ですから負けない、引き分けに持ち込む試合が非常に多いという印象なんですね。そうですね、ただ、まあ、今年勝ち点が3本になってからどう出るのかなというふうなところでね、引き分けが多いとやはり今シーズンは不利でしょうね、はい、さあ試合が始まりました。ベティスは現在7位、5勝7引き分けの2敗、まあ、勝ち点3というところが響いて順位が7位です。そのベティスゴールキーパーはハロ、ディフェンスがハイメ、オリアス、ビダゴビッチ、サンチェス・ハラが新加入、ここまで。そしてミッドフィルダーはカニャス、アレクシス、メリノ、ヤルニ、トップがピエルとサバスというこのベティスの布陣。ベティスは2トップをアルフォンソという、まあ、非常に力のある選手を補強したんですが、怪我でアルフォンソを欠いて今日はサバスを先発で出しています。もういきなりここのところで倒されましたが、この人がアトレティコマドリードの19番のキコ、スペインの代表です。非常に身長があります。マドリード、アトレティコの方見てみましょう。ゴールキーパーモリナは新加入の選手が多くいます。ディフェンスヘビ、サンティ、ソロサバル、左のトニ、中盤がロベルト、シメオネ、パンティッティ、カミネロ、ツートップがキコとペネグです。21番のカミネロ、この人もスペインの代表、ワールドカップ出場しています。今いきなりシュートを打ちましたが、これフリーキックから、今打ったのがパンティッティ、パンティッチですね、はい、10番、まあ、この人今映ったのはロベルト。アトレティコマドリードでは今シーズンは11人の大幅補強をしましたが、その中でも後でまた紹介しますが、10番のパンティッチという選手がね、はい、監督アンティッチ監督が連れてきた非常に期待の選手だということですね。ですね、非常によく活躍しています。まあ、チームの反対といいますかね、あまりこう目立った選手ではなかったんでね、押し切って監督が入れたという選手らしいんですけど、非常にこう立ち上がりからこうターンに厳しいですよね。そうですね、やっぱり攻守の切り替えというのは非常に早いですね。少し前はスペインのサッカーというのは少しゆったりした感じでゲームが進んでたんですけどね、はい、最近やっぱり世界の流れといいますか、非常にこうコンパクトで攻守の切り替えが非常に激しい試合が多いですよね、どこのリーグも。ボールを入れるのが2番のベティスのハイメ、アトレティコマドリードの方は現在はトップですが、10勝3引き分けてわずかに1敗しかしてないんですね。レアルマドリードに前々節で1対0で敗れましたが、そこまでなんと引き分け挟んで9連勝という、ね、すごいですね、大快進撃でした。まあ、昨シーズンが14位の成績ですか。まあ、ですからここまで今シーズン変わるとは誰も予想できなかったという。そうですね、大幅なメンバーの入れ替えということもあるんでしょうけどね、やっぱり監督の
意識戦術っていうのがすごくこうメンバーも変わったということもあるでしょうけど、すごく浸透してるんだろうなという感じがしますね、見てて、はい、今シーズンはラドミル・アンティッチ監督を迎えまして、チームのイメージもガラッと変わりました。そのアトレティコ・マドリードの攻撃、今上がっていったのはこれシメオネ、倒されました。9番のペネフ、ここも厳しいですね。今は3人に囲まれましたけどね、はい、ベネフのボールの持ち方、まあ、彼左利きだと思うんですけど、非常にこう大柄の選手ですけど、足元のコントロール非常に柔らかいですね。ペネフはブルガリアの代表。さあ蹴るのが先ほどロングシュートを見せた10番のパンティッチ。この人非常にあの長いボールを蹴ることができる非常にシュート力のある選手が戻されました。この位置からです。ギリシャから監督が連れてきました。12番はサンチェサラ、抑えてますね。さあこのボールクリアです。そしてボールを持ったのはヤルニ、17番上がっていきます。早い、この取ってからのカウンターがベティスの特徴です。まだ行きます。ここで倒れました。これはファウルでしょうか。ファウルですね、はい、倒したのは6番のサンティ。このヤルニがクロアチアの代表で、この人はベティスではユベントスから今季入ってきた人ですが、非常に左サイドでいい働きをしています。いい選手ですね、はい、スピードありますね。そしてフリーキック蹴るのはそのヤルニです。ゴールキーパーはモリナ。ガッといいボール入れますね。まあ、失点でいうとアトレティコ・マドリードはここまで4失点しかしてませんし、途中、まあ、敗れるまではおっとチャンスですね。ここ来ました、カネスと、今右サイドから10番のカニアスですね。ちょっと足引っかかったんでしょうかね、ボールがうまく上がりませんでしたが、最終的なセンタリングは多分コースを変えられたんだと思いますけど ね、はい、ここですね。ただこの辺のやっぱスピードボールタッチというのは非常に素晴らしいですね。クリアしました。アトレティコ・マドリードでは13節レアル・マドリードに敗れるまでアウェーでは6試合無失点という素晴らしい守りを見せました。さあまた、流してますね、はい、この人がアトレティコ・マドリードキャプテンのソロサバル。サイドからおっと、このゴールキーパーのアトレティコのモリナもアルバテーセから今季入ってきました。何しろ今シーズン見てみますと無失点完封の試合が10試合もありますから、はい、さあここでつながりません。チェックで取って、あっとここも取り返した。カミネロ出します。キコ、おっとコーナーでしょうね、はい、あーゴールキックになりましたね。あーゴールキックです。こちらゴールキッパーはハロー、昨シーズンレアルから入ってきました。非常にこの前半の立ち上がりのところですが、中盤でも厳しいですよね。厳しいですね、まあ、非常に守備への切り替えっていうのが早いんですけどね、はい、そこで奪ってゆったり持ってるっていう時間全くありませんね。取られたチームが切り替えが非常に早いですから、後ろからフォワードに追っかけられて取られるっていう場面が何回か出てますね、はい、もうですから長くボールをキープして回すような時間がほとんどないですね。そうですね、来る前にいかに早く、はい、さあここも行きます。チャンス左、あーっとカミネロ、これはハイメが行きましたが
今チャンスでしたね。そうですね、もう少しコントロールが早ければですね、はい、ハイメが追いつく前にゴールに向けてたと思うんですよ。この前のプレーなんですけどね、はい、これはまあカミネロがうまくボールを浮かしながらハンドを取ったんだと思いますけど。さあこのハンドでここでまたいい位置でのフリーキックです。また蹴るのはこのパンティッチ。並びました壁 1,2,3,4,5,6 枚やった。うわ、しかしあの壁またこれすぐまたシュート打っていきましたが、それぞれすごいシュート力持ってますね。そうですね、まあ、見てますとこれ一瞬のこうちょっとしたところからチャンス、ピンチが生まれてくるという感じの今試合展開ですね、はい、そうですね。特にあのミドルゾーンのチェックっていうんですかね、はい、マークが非常に厳しいですから、でポジショニングも非常にあのいつでも取れるというところについてますんでね、パスもショートパスも相当精度が高く強くないとね、はい、あるいはまあ一気にこういくかということになるんでしょうが、なかなか短くつないで突破っていうシーンがないですね今。そうですね、ただあの緩急のつけ方、中盤でまあサポートの距離を短くしながらキープする場面と、そこからキープしておいて一気にカウンターでディフェンスラインの裏に狙うパス、こういったところはスペインのサッカーでは特徴ですよね、はい、またここもチェックで取りました。まだつなぎます。左はサンチェス原、入れましたとクリア、マラサス、おっとっと、ディフェンスの4番のこのソロサバルも元スペインの代表です。さあコーナーキックでまた蹴るのは多分ヤルニでしょう。ここ今の場面ですね、小柄なこのジュンがサバスです。クリア、まあ、トップがサバスが166センチと、それからピエールも176センチですから、その高さという点ではアトレティコマドリードのフォワード陣の方が高さあるんですよね。そうですね、キコペネフに比べればですね。さあその19番のキコ、あ、大きいですね。ここも、ここも厳しいですね。取りました、ベティス。バルセロナのオリンピックだったと思いますけどね、地元優勝した時のエースでしたね、はい、キコはオリンピック代表で、まあ、優勝に貢献した選手、19番アトレティコマドリードの2トップのキコ。カニアス、こちらのサイドからいきます。これはナイスキーパーですよ、はい、今のプレーをちょっと解説してもらえますか、ゴールキーパーの動きは。そうですね、はい、タイミングとしてはですね、ベティスの攻撃、スルーパス、走り込むタイミングで非常にいい形でボールを受けれるタイミングだったんですよね、フォワードが、はい、ところがそこのスルーパスを読んだ状況の中で前に出てきてましたから、うん、おーっと今もう右サイドからキコが行きましたが、これを奪い返しました。ただゴールキーパーのモリナがあれだけ前に出てポジションを取っているということ、もちろんディフェンスラインの最終ラインの裏のカバーリングということを、まあ、リベロ的な役割も背負っているんだと思いますけど、ベティスの選手はちょっと前出過ぎじゃないのと、狙ってやるぞみたいなことは考えるんですよね、こういう時、まあ、そのあたりのゴールキーパーとディフェンスの関係も非常に今シーズンディフェンスが安定しているという、ね、アトレティコマドリードの一面だと思います、はい、リスクは背負ってると思いますけどね、はい、今うまく出てるんだと思いますね。それはサンチェス・ハラ、今シーズンバルセロナから移籍してきました。まあ、互いに中盤ではなかなかこういい形でつながせてもらえません。ここも厳しくプレッシャーが入ります。
縦パスへのチェック、あるいは背中を向けた時のチェックですね、はい、どんどん三冊そして奪いました。素晴らしいですよ。アトレティコマドリードと繋がらなかった。まだ奪って、この大きな選手がペネフです。9番、今シーズンバレンシアから移籍してきました。ここは今アレクシスとぶつかったところ、あっとこれもよく読んで、ヘリがボールを入れます。右サイドキックを出してロベルト、つながりません。取ったチャンス、あーっとペネフちょっと足止まりませんでしたか今。そうですね、コントロールが大きくなりましたね。で一人倒れました。起き上がりました。さあチャンス、前にはあっと上がっていったカニャス、取ったと思ったらすぐにも前に出てきますね。そうですね、まあ先ほどもそうでしたけど、今のキーパーのカバーリングっていうのは、はい、ほとんどもうリベロと同じような動きですね。非常に守備範囲が広いっていう感じがします ね、まあ相当前にポジショニング取ってるということですね。倒れたのはカミネロです。21番、このカミネロもスペイン代表でワールドカップにも出場しました。代表では10番もつけていました。ソロサバル、サンティ、ヘリ、トニというのが4人のディフェンスライン。中盤の今ちょっと前に14番の真ん中あたりにいる選手がシメオネというアルゼンチン代表のね、非常に能力のある選手、まあ、彼はねマラドーナと組んだ時の動きっていうのはすごく光りますよね、はい、まあ、首位のアトレティコに対するホームのベティスの方は前半こう見てると非常にこう厳しくいってるっていう感じがしますけども。そうですね、まあ、得点がベティスはここまで21点で失点がちょっと15点ということですが、引き分け7つという。さあまたこのコーナー落としてクリア、シュートはトニー、もう一度左サイドカミネロ、さあこのゴールキーパーから出たのボールはサンチェス・ハラ、もう一気に前に出します。突破する中でシュート、これ今もキーパーから出てサンチェス・ハラから出てシュート持っていくまで非常にこうあっという間にいきますよ ね、3本のパスですね。15番ピエルが行きました。今ペネフ、上はありません。ペネフは非常に今 PK に強い選手と言われています。昨シーズン PK 成功率ナンバーワンと記録が残っています。また前に一気に
ベティスは攻撃では先ほどからこう長いボールで一気にこうポーンと前に行くっていう感じの攻撃が多いですね。そうですね、やはりあの中盤で の, その支配力っていう意味ではアトレティコの方が高いと思うんですよね。もともとそういう守備からカウンターっていうそれが得意なチームですからね、どうしても縦のロングレンジのボールが出ていくっていう回数増えると思いますね、はい。アトレティコはおっと駒田、アトレティコマドリードは昨シーズンは何しろ監督がマツランナー、ダレッサンドロ、バシーレ、アキアルと次々に変わってしまったんですよね。そうですね、4人ぐらい変わってますよね。ですから使われる選手もかなり違ってたんですが、今シーズンは安定した固定したメンバーで戦っています。サンチェス原、18番がロベルト、こちら7番がキャプテンのマークをつけていますアレクシス。このアトレティコマドリードですが、今シーズンから入った選手を今出ている選手で数えてみても5人、6人ですか、半分はもう変わってしまっているわけですからね、はい。真ん中つないで前はおっとこのまま行きました。これキーパーかなり ね、 そうですね、前の位置出てますから一気に狙っていきました。この19番がサバス、その前にもキーパーの位置見てましたね、はい、見て、そしてもう一気に浮かしたボール、やはりかなり先ほどからいい突破できる状況の時にカバーリングされてますからね、キーパーに、はい、ああいうシュートで入ればいいんですけど、狙うことによって牽制できますよね。なるほど、左サイドトニー、ディフェンスが上がってきました。サイドバック、そしてカミネロでしょうか、カミネロです。カミネロも187センチ、それからトップのペネフ187、キコが188ですから非常に高さはあります。今日主審はアンドラダス・アスルメンディさんです。まだ両チームどうでしょうか、ここまで見ていますと両チームともらしいんじゃないですか、展開は。一応まあそれぞれのらしさで互角にこう来てるって感じしますね。そうですね、縦パスが入ってもう一回縦へつなごうとするのがベティスで、縦が入ったら一回横にサポートして横パスが入ってくるのがアトレティコだと思うんですけどね、はい。ここから縦に出しました、そして上がってきたカミネロ、非常にこの中盤も厳しく、今もこれ取りました2人、おっとファールか。ベティスの中盤ディフェンダー含めてのもちろんフォワードもなんですけど、ディフェンスがすごく速いですからね、はい。今もピエルが、そこの分こうやってアトレティコの方がボールを持ってしまいますね、はい。ぶつかりに行ったのがピエルでした。攻撃の時にスピードがありますベティス、取られながらもなんとか前に前に来ました。右のサイドカニアス、カニアスがどっと突破できません。うわここもしつこい、必ず選手のところにこう必ずかけに行きますよね。サンチェスアラ取りました、取ってのチャンス、前見ました、こちらはサバスかピエルか、あっと入っていく、シュッとシュート、厳しいパスですね、
常に両チームとも厳しいですが、ベティスが厳しいチェックからボールを奪ってチャンスを作ります。ハイメ、まあ、この辺見てますとね、中盤で球離れが非常に早いのがベティスです ね、はい、サイドバックのハイメがボール入れた、ヘディング、球をさばく時間が非常に早いですね。ベティスは早いですね、ほとんどワンタッチツータッチですから、はい、いかにボールが来る前に周りの選手の位置の確認であるとか、どこへ出そうかということを考えているということですね。これは先ほどのシュートシーン、これサバスでしょう、小柄ですが非常にこうスピードとドリブルの突破力があります。本来アルフォンソを、まあ、ツートップで使ってるんですが、サバスは交代で出ることが多いんですが、アルフォンソ怪我で出場今日はできていません。これは後ろから倒しました、17番のヤルミ、この人も5億400万ですか、全体ではベティスの方も12億円以上を使って補強しました。今のシーンです。カミネロ戻してから前に上げます、しましたか、ペネフ、まあ、見てますとホームのベティスが非常にあの持ち味生かした非常に厳しいチェックをしながら早く繋いでいくという、はい、まあ、プレッシャーもそうなんですけど、守備をしている時に取ったらどこに出そうかっていうのも考えてますし、はい、取ったら前でどこでもらおうかっていう選手もフォワードにいますね、うん、非常にいい形じゃないですか今。早いチェック、そして攻撃の素早い切り替え、ソロサバル、6番のサンティ、そして右に20番のヘリ、左はサイドがトニーです。ヘリから前、次々にこうベティスの選手が早いですね、詰めていくのがなかなかアトレティコマドリードボールを持たせてもらえません。また奪って、またこれもチェックに行きます。しかしチャンス取って中に入れる、スタッとこれもこれ今よく帰ってきましたね、一人帰ってきましたね、今左サイドフリーだったんですが、パンティッチでしょう、そして来たのがこのカニアスですか、今素晴らしいスピードで戻ってきてクリアしました、はい、コーナーキックはパンティッチ、ペネフが来ました、187センチニアです、入れてニア流しました、手前で一旦当てて後ろ方に流すようなヘディングでした。こちらはベティスの方の10番のカニアス、今シーズンは1得点、中盤の右サイドの攻撃を作っています。このゴールキーパーのハロも今32歳ですが、昨シーズンがリーグ最少の25失点でサモラトロフィーを受賞しました。ビタコビッチ、あ、ここもちょっと危ないですね、はい、後ろからでチャンス、中に右サイドから中に入れる攻撃続きました。カニアスが上がっていきます、カニアスが前に入れる、これはチャンスだ、落とした、シュート決まりました、先制シュート決めたのはヤルニ、ベティスホーム
先制点を挙げましたベティス。一瞬の隙をついたような得点、17番のヤルニが決めました。これは走り込んだヤルニとパスを出したカニアスですか。カニアスですね、はい、本当のあの典型的なロングパス1本で崩す場面だったんですけど、はい、キーパーがちょっと不用意に出てましたね、はい、やっぱりね。ここが先ほどからちょっとおっしゃってたキーパーのリスクの部分がありましたか。そうだと思いますね、はい、しかしこれはでもよく胸でトラップしましたよね。方向変えてからのシュートまでの体勢早かったですよね。これで今シーズンは3点目になりました、クロアチア代表のヤルニの。しかしあのバックスタンドの、まあ、これ地元ファンだと思いますけどすごいですね。怪我しないんですかね。本当ですね。前半の28分、ホームベティスがこれもわずかに2人でもシュートを決めてしまったという先制点を挙げました。これで非常にベティスとしては有利になりましたね。そうですね、自分たちのサッカーで先制したということですから、はい、気持ち的には有利でしょうね。アシストしていいボールを、ロングボールを出しましたカニアス。ですからゴールキーパーのハロがカニアスにボールを出して、カニアスから一気にヤルニに行ってヤルニが決めてしまったという、はい、これも高いボールを上げてきました。まだアトレティコマドリードはここまでレアルマドリードに13節で負けただけの1敗、10勝3引き分けです。右サイドヘリが上がってきます。つないでロベルト、18番、中落として打たせます、ロングシュート。今シメオネ、シメオネはここまででチームでは一番点を取ってて7点。まあ、ベティスは昨シーズンにようやくこのリーグに復帰してきて3位になって、はい、まあ、しかもまあ今シーズンもまだ負けは2つだけですから、なんかこうサポーターの熱気っていうのもなんかあれですね、こう上がってきて活躍して嬉しいなっていうんでしょうかね。そうですね、盛り上がってますよね、随分。まあ一部復帰していきなり3位ですからね。パンティ1入れました、チャンス。おっと、ある意味じゃ今年っていうのはあのベティスにとっては厳しいんじゃないですかね。少し警戒されるでしょうからね。コーナーキックです。バンティッチ、18番ロベルトも184センチあります。シメオネはヘディングが得意、そのシメオネ、1点リードされましたアトレティコマドリード。変えてハイボール落としてカミネロ、うんと今ハンドじゃないですかね。 PK ですね、PK 取られましたね。ハイメ、おっとイエローカードが出ました。これで PK、 さあこれはアトレティコマドリードにとっては願ってもない PK のチャンス。キッカーペネフですからね、はい、ペネフはPK 成功率ナンバーワン。ここはうまかったですね、はい、カミネロボールコントロールがね。あ、やっぱこれ手ですね、ここね。まあ、嫌な形で1点取られた後だけに直後ですからね、はい、非常に。あ、これはもう今度ははっきり分かりました。さあやはり蹴るのは9番のペネフです。同点のチャンス、
PK には自信を持っています。このペネフ、ペネフ決めました。1対1同点。アトレティコマドリード同点に追いつきました。 PK のゴール1対1。これで流れをようやく、ね、引き戻したという感じになりました。そうですね、取られた直後ということでね、アトレティコの方は、まあ、また振り出しで余裕を持って戦えると。ただアウェーですからね、はい、キーパーの逆を打ちました。ここまあ、PK といえば日本ではね、Jリーグでは福田選手も非常に得意としてましたが、はい、やはりこう PK 得意にしている選手って何かこうコツっていうか、その辺知ってるってことなんでしょうかね。そうですね、蹴る状況、その精神状況とかいろいろあると思うんですよね。落ち着いて蹴れるときは大概決めると思いますよ、あれぐらいの選手になると。さあ、こちらはヤルニのフリーキック。ヤルニコーナーです。おっと、入りしたと、もう一回これは、まあ、コーナーになりましたけどね、多分今のもハンドだろうと、ね、いう感じですよ ね、 ね、今ホームですから怒りますよね、お客さんも。さあ、もう一回、今度はクリア。おっとっと、いいプレッシャーですね。あっと、このボールはつながりません。プレッシャーかけて奪った瞬間にもう攻撃のところを見てパッとも出ますね、ボールが。そうですね、そのボールがまた非常に強いですからね、はい、ですからスピーディーで非常にこうアグレッシブな感じのするサッカーです、はい。やっぱり相当な守備のポジション取ってますから、はい、いつでも前でインターセプト狙うぞという守備取ってますんでね、うん、特に足元縦パスっていうのはシュートのような威力ぐらいがないと飛んないですよね、はい、うん、ということはそのポジションの取り方も攻撃に結びつくような。そうです、はい、常にやっぱりインターセプト考えてますし、そういう守備だからこそ弱いパスは通らないわけですよね。逆に弱いパスが通るリーグっていうのは守備が非常にポジショニングとしては甘いということになりますね。ベティスのサンチェス・ハラ、左のサイドバックですが、非常に精力的に動いていいパスを出します。突破できるか。ゴールキーパーのモリナは今日失点1、取られてしまいましたが、その後追いついてくれました。今アンティッチ監督がカミネロを呼んでないかちょっと指示をしてました。こちらのサイドにカミネロ、ゴール前でこうボールを上げるケースがアトレティコマドリード多いんじゃないでしょうか。そうですね、はい、やはり高さがありますからね、はい、特に左サイドカミネロ開いてますけど、あそこにボールが右サイドから入ってくればチャンスだということを指示したんだと思いますね、はい、PK の時もね、結局右サイドでアトレティコをキープして非常に人数、はい、あ、チャンスです、ね、キープ出ました、チャンス、ペレフか、あ、シュートも深さだ。サバ、うんと打ったのはキコなんでしょうか。シメオネ、シメオネですか、今上がってきたのは。いや、ちょっと分かりませんけどね。19番のキコですね。あ、キコですか。は
ああいうシュート打つんですね。スペインの代表にも入っています、キコ。これうまいシュートね、浮かせたシュート、はい。突破していきます、サバスが前線ではボールを持ってドリブルで突破する感じのベティス。あのこの辺の守備がすごく早いですよね、はい、ベティスの方は。で両サイドに攻撃、チャンス、シュート浮かせた、あっと入った、決めました、ピエール。これは見事ですね。2対1。うわすごいな。前半の39分、これも一気に攻めて2対1、勝ち越し点を取りましたベティス。これは時間帯的にも、そして攻めのパターンとしてもベティス最高の取り方。同じような得点で2点取ったという感じですね、はい、これもちょっとソロサバルが、そうですね、はい、バランスを崩してヘディングのクリアミスだったと思いますけどね。ただこの後の処理はこれ難しいシュートですよ、落ち際ですから、これをコントロールしてキーパーの頭上を越すっていうのは本当に難しいですからね。決めたのは15番のピエル。このピエルもスペインの代表選手で、今シーズンこれで7点目ということになりました。今季ヒヨンから移籍してきたピエルが取りました。これ2点ともベティスは同じような得点。さあアトレティコの方はようやく追いついて、さあこれから自分のペースを作っていこうという時に ねまた同じ手でやられてしまって嫌な感じでしょう。また来ました、ゴールキーパー出てま す、ね、危ない、浮かせた、おっとこれは外か。ちょっと同じパターンで今ね、来てますね。ましてアウェーですからね、はい、あんまりこう無理してポジションを外してるとやっぱりローとなり、特にカウンターのチームですからね、ベティスっていうのは狙ってきますよね、はい、これは出てますけど、また精度の高いボールいけばこれシュート決まってますから、はい、ね、わずかにネットの上ですよ ね、ゴールの上ですから。これで4失点っていうのはすごいですね、はい。まあ、しかしこれで今日2失点してしまいましたね。初めてですか。まあ、2失点というのはありません。また上がってきました、10番のピエル。おっと詰めてます、チャンス、かわしてサバス。完全に今流れはベティス。またベティス、ここからこの辺が早いですよね、はい、ワンタッチで回していきます。ここも次々にこうベティスの選手がじっくり来て中盤ちょっとドリブルするともうね、はい、寄せられますね。さあここは一人、ようやくフォローが来た、入っていくテネフ。まああれだけいいスルーパスが出たところで、すでにベティスのディフェンダー4人で囲める、はい、ということですからね、まあ、ちょっと今テネフと交錯しましたね、ハロがぶつかりました。キーパーをこの後テネフが追いつかなくてジャンプして越えようとしている時に当たってますね、はい、足がね、やり合ってますね。ちょうど向こう爪のあたりでしょうかね、今ね、足
あのキーパーですか。はい、キーパーの方は足の方が、はい、顔じゃないですかね。これはハイメとペネフ。大事には至らなかったようです。あ、足、そうですね、はい、右膝をなんか痛めたみたいですね。ホームベティスが先制して追いつかれましたが再びリード。まあ、ベティスは前半このムードで終われば非常に、そうですね、自分たちのサッカーができているとお客さんももう理解してますから、はい、昨シーズンもベティスはアトレティコにホームとアウェーで両方勝ってるんじゃないですかね、はい、いずれも2対0、2対0とベティスが昨シーズンアトレティコマドリードを破っています。まあ、ただ今シーズンのアトレティコマドリードは昨シーズンとはもう全く違うチームになったというぐらい強さを持っています。ここもチャンスにはなりかけますがベティスも非常にこう分厚いディフェンス。このベティスのサンチェス・アラ、オリアス、ビタコビッチ、ハイメと非常に安定しています。ようやくここでまた取り返しましたが、オフサイドですか、はい、これ中盤で取ったり取られたりって非常に厳しいところから目が離せないような展開です。ただその攻防の中でお互いに前線にいるフリーな選手っていうのを見てる強さが、ね、ありますね。でまた強いパスがそこへ出ますからね、はい、今のオフサイドになりましたけど非常にいいパスでしたね。非常に判断早くスピーディーです。まあ、今日の特にベティスの得点シーンなんかはそうですが、もう本当一瞬目を離した時にもう決まってしまっているので、ね、時間がかかってません。あっとクリアしました。シュートに至るまで 2点とも数秒というところでしょうね。そうですね、パスも2本ぐらいですよ ね、 すね。さあサイドからヘディング打った。あっとカミネロ、これは得意のパターンでしたが、これはもう決まったと思いましたけどね、今叩きつけるいいヘディング。さあ今度はカウンター、ヤルニからインターセプトしました。よく取ったな今のは。素晴らしいプレーでした。今完璧なヘディングでこうドーンといったんですけどね、中。さあここでカミネロ、またサイドに開きます。再三サイドからここで前半が終了しました。前半はホームベティスが持ち味を見せたカウンターでの素晴らしい攻撃、2対1ベティスリードで前半を終わっています。まあ、前半を見ると金田さん、はい、やはりこのベティスの守備からのこう、ね、そうですね、守備から攻撃っていうのはベティスらしさが出てるといった前半でしょうね。それではハイライト前半ご覧いただきましょう。28分、これゴールキーパーから出たボールをカニアスが打ってちょっとドリブルしてこのままヤルニワントラップのシュート。見事な先制点でした。ボールも正確、いや、いいボールでしたね。はい、ゴールキーパーもね、ご覧のようにもここまで飛び出してきてしまってますのでまあここでね、出過ぎてこのボールを止めたとしてもですね、下手するとやっぱり退場というケースも考えられますんでね、はい、一方アトレティコマドリードはこのサイドを変えて高いボール
ここで競り合った、まあ、カミネロの個人技、それとまあちょっとかわいそうでしたけどね、はい、相手はね。PK のスペシャリストペネフが決めて1対1同点。これでアトレティコマドリードもようやくほっとしたというシーンでしたが、まあ守備を相当のプレッシャーの守備をうまくかわすためのサイドチェンジが生きた場面でしたね、はい、今のは。しかしそれもつかぬは今度は39分再びソロサバルのちょっとクリアミスでしたが、ピエルが非常にこう落ち着いてましたね、技術の高さを見せました。ここです、相手のクリアミス、このちょっと前にもうキーパー見てるでしょうから、はい、まあ自分のところに来たらどうしようかっていうのを考えてますね。そのまま浮いたボール、難しい処理をね、ボレーで難しいですよ。戻りながらですからね、少し。ロスタイムに入って、これは先ほどサイドから崩してカミネロ、いやーこれはナイスキーパーですね、文句なしですよ。ボールキーパー原のファインセーブ、さすが昨シーズンの最小失点のゴールキーパーです。後半が始まります。解説は金田信俊さんです。まあ、金田さん、1点をリードされた形のアトレティコマドリードは当然この選手を変えて攻撃を1点取れるような形を取ってくるでしょうか。そうですね、なんとか追いつきたいということなんですけど、まあ、前半からベティスの守備を見てるとですね、非常に今日はよく機能しておりますし、 そうですよね、それからまたうまくそこからの得点を、2つ取ってますんでね。今画面出ましたように右の中盤のロベルトに変えて8番のビスカイノをこの後半の開始から入れました。後半が始まりました。このベティスの守備をいかにこうかいくぐってね、点結びつけるかと、いきなりこれまたファール。やはりアトレティコの方はボールを持ってドリブルを極力少なくする、球離れを早くする、でサポート早くしてディフェンスの薄い逆サイドに早く展開できるかっていうのが後半の課題になってくると思いますね。この位置からのフリーキック、ヤルニ落としたチャンス、カリアス、アトレティコマドリードは前半でもサイドからこう中に入れていくような攻撃がしてましたよね。そうですね、はい、ただPK を取れた場面だけだったと思うんですね、はい、そういういいサイドチェンジっていうのは1本ぐらいだったと思いますけどね。まあ、ただベティスもあれだけ厳しいプレッシャーですね、ずっと続けられるかどうかっていう、はい、難しいんじゃないですかね、はい、ホームだからできるっていうのがありますよね、はい、あれだけのサポーターの応援があるっていうのは。後半もアトレティコまだチャンスがありません。まあ、始まったばかりですが、つないで、これも出てしまいました。今見えている8番赤のユニフォームのアトレティコマドリードビスカイーノ、戻しました。右のカミネロ、アトレティコはカミネロが右の方で
ビスカイノが先ほど左にいました。ここも追い込みます。ヘリが追い込まれました。ヤルニ、このヤルニが先制点を決めました。まだどうでしょうか、アトレティコマドリードの方は点数つかめてないって感じでしょうか。そうですね、はい、まあ少し休みが入ってますからね、はい、また激しい守備ベティスできると思うんですね、ちょっとの間は。まあ、ホームで2対1でリードしてこの後半を迎えるにあたってはこうどういうことを後半こう作戦的にはやっていけばいいわけですか。ベティスの方はもう今のままでいいという指示だけだと思いますね、はい、まあ、早くそういったところで1点追加で 3-1 になればほとんど勝利は目に見えてますから、はい、まあ、得意のあとは守ってさっきのようなカウンターで一発が取れれば決められると、ね、もうそれだけだと思いますね。逆にアトレティコの方はまあ、最終的にはベティスこういった縦パス1本ですからね、はい、さあそのまた縦パスでアトレティコもここは2人で防ぎました。またこのボールで一気に狙います。やはり単純ですけど、はい、これ仮にクリアされたとしてもですね、中盤のディフェン中盤の選手っていうのは自分のゴールを見ながらボールを処理するっていうことで相手に背中を向けなきゃいけないわけですから、拾えたとしてもまた処理が難しくなりますからね、うん、こういうロングパスが縦に入ってくるっていうのは。縦のパス、これは防いで、ビスカイノが左、今度は左からです。ここもまたベティス、リズムよくつながっていきません。走り込んできた、いいです、ね、チャンス。シュートは当てるか、後ろです。まあ、コーナーキックなりましたけど、はい、そこまでの展開っていうのは全く今前半と違う展開をアトレティコの方はしてますね。非常に球離れが単純ですけど早いですから、はい、さあまたコーナーキック14番シメオネが見えていますが、シメオネが7点のうちヘディングがまあ半分の占めるという、これは合わせられませんでした。まだチャンス、カミネロ、まあ、サイドからしきりにこういうボールを何度も上げてチャンスを作ろうとしています。またこの中盤を省略した長いボール、本当に一発ですよね、はい、これを徹底されるとアトレティコも嫌でしょうね、ディフェンス陣は、はい、カミネロが右サイドに来ています。今のはあこれイエローが出ますね。あ、いや違いますね、選手の交代ですね、失礼。ここで15番のピエル、2点目を消えたピエルに変えてマルケスを入れます。このマルケスは昨シーズン、まあ、アトレティコ・マドリードの対戦で、まあ、2戦勝っているわけですが、そのゲームでも得点を取っている選手。ピールを下げました。出てしまいました。怪我じゃないですかね、はい、多分そうですよ ね、ちょっと足を前半から抑えてましたからね、はい、付け根だと思いますけど、
ゴールキーパーのハロ、まあ、ハロも前半の終了間際にはあの決定的なヘディングを見事に止めました。いや素晴らしかったですね、まあ、昨シーズンまではレアルマドリードにいましたが、レアルにはあのブージョというねしっかりしたゴールキーパーがいてなかなか出番がありませんでしたが、今シーズンはベティスで活躍しています。右のサイドバックのヘリ、まあ、監督が次々と変わっていったアトレティコマドリードですが、その中でも右のサイドバックのヘリはどの監督にも使われた選手です。3人で囲んだ、取った、ファールです。19番のキコ、アトレティコの攻撃のパターンというのはこう変化というのはこう少し見えてきてますか。そうですね、あの先ほど申し上げたんですけど、やっぱりドリブルするよりも早めにこう、はい、回していくと、球離れが早くなってますよね、前半よりは、はい、非常にプレスかけていくのは早いですから、ベティスの方が早いですからね、はい、だからあれだけ球離れが早いと今度は逆にベティスの方も行ってもっていうのが少しずつ出てきますと、それが積み重なってだん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 スペースが空いてきたりするわけですね、ボールを持っている選手に対して。そしてもう一つはこのセットプレーのチャンスはやはり高さもありますし、アトレティコマドリードにとっては大きなチャンスになります。あ、これは行きました、危ないプレーでファールです。ペネフもキコ、カミネロもいます。おっと、直接ですかこれ。いや、合わせていったんだと思いますけどね、ちょっとキーパーのところ正面に行ってしまいました。さあ早くつないで前に、つながっていきません。さあここはチャンスになりそうです。キコ、向こうサイドに流れました。まだ。セル、カミネロ。やるにがクリアです。ここからまたカウンターのチャンス。通りませんでしたが、まだチャンス持つカネス。今通ればチャンスでしたが、そうですね、10番のカニャスがチャンスを作りました。ただスペース狙ってなかったですね、まあ、これ今のファールの場面ですけど、はい、もっとスペースに出すっていう手があったってことですか。そうですね、もらう方はスペースでもらいたかったと思うんですけどね、はい、またいい位置からやるに狙って、おっと上です。本当正確ですね、このヤルニの左足っていうのは。ユベントスから今シーズン移籍してきたヤルニ、先制点はそのヤルニでした。リードされています。現在首位のアトレティコマドリード、今度一気に前を、
ライノからまた今度は右サイド、いい、ね、はい、まあいいボールですね。落としてうーんとクリアされました。サンティ、なかなか決定的なチャンスにはなりません。アトレティコ、このパスがよく入るようになりましたね、はい、今もペネフで、はい、一旦こう止めてっていうのね、そうですね、はい、あそこは起点であればですね、サイドチェンジもできる、スルーパスも狙えるという非常にいい攻撃につながりますんでね、はい、チャンスです。アンティッチ、ちょっとまた前半と違ってきたのはそういう攻撃プレーが出てきましたね。そうですね、球離れが非常に早いということから、はい、やっぱり受ける方の選手もパスをもらうタイミングというのは掴めやすくなるんですよね、はい、シメオネ、左チャンスです。入ってきたカミネロ、まだチャンス。さあこれはコーナーキック、高さではこのアトレティコマドリードがあります。カミネロが後ろから走り込んでくるのか、早いボールです。また取って、さあまた早い攻撃になるか、ヤルニー、ここからロングパスですね、ロングパス出たサイド、いいボールです。シュート、あー正面、本当にこの典型的な速攻ですね、はい、シュートを打ったのが変わったマルケスです。ベティスは本当にこう自分たちのサッカーずっとこうやってやり続けてます ね、はい、何度かアトレティックにも後半チャンスがあるんですが、こう大事なところでこうきちっと最初のところで止めてるような感じがありますけど、そうですね、ただ前半はその大事なところに行くまでにかなりプレッシャーで中盤でボールを奪ってたんですけどね、はい、そこを今こう突破されつつあるなという感じがしますね、はい、カリアスが後ろから倒しました。ファールです。距離はありますが、前半でもこれぐらいの距離からいきなり打ってましたね、打ってきましたね、パンティッチ、シュート力があります。パンティッチか、やはりパンティッチ、これはヘッド、おっとポストか、まだチャンス、あクリアです。決定的なチャンスでしたが、これもカミネロですか、今のヘディングはポストでしたね。カミネロのヘディング前半でもありましたね。そうですね、ちょっとツキがないなという感じでしょうね、はい、アトレティコにとっては今は決定的なチャンスでした。少しずつですがアトレティコにもチャンスが生まれてきました。これ先ほどの、あそうですね、これね、この後ペネフのところにこぼれたと思うんですけど、はい、ここですね、これ右足だからね、打てなかったんでしょうね、はい、ゴールに嫌われました。おっと、またアトレティコは選手を交代させます。右のサイドバックのヘリに変えてロペスを入れました。ロペスも元スペインの代表、ハードマークがこの人の特徴ですが、まだあっと審判があれですね、入ってもいいという許可を出してないんじゃないでしょうか。ここで非常にこうマークの強い選手をここに入れてきたと、
ヘリがかなり前半もそうなんですけど、はい、やっぱり一歩のパス精度が高いとはいえそれで簡単に破られてるっていうところで交代じゃないんですかね。ちょっと出来が悪いと。これは先ほどのヤルニのシュートでした、はい、だいぶアテレティコが押し込んできましたね、はい、後半になってかなりチャンス増えてきました。ロングスロー、ペネフ、変わったロペス、ペネフ出ました、かわしたチャンス、これもダーッと打たない、後ろから今も打てずに下げて結局まだチャンス続きます。なんとかクリア、スマッとまたチャンス、連続のチャンス、アトレティコマドリード。今も打ちに行ったのはパンティッチでしょうかね。最後はどんどんこうペナルティエリアの中にボール入れてくるようになりました。そうですね、押し上げた直後のところうまく今アトレティコがついたわけですけどね、はい、クリアです。ファミネロ、右のサイドにロペスが入ってか、中に入れました。また、苦しいですねベティスも、ま、ずなかなかいいボール入りません。この攻撃でベティスのディフェンスもずっと下がって防戦一方です。打たせるか、また取った、カウンター、取られたキコがね戻ってますよね、追い回してますね、はい、それが効いたんだと思いますね。今この時間帯に入って後半1点を追っているアトレティコマドリードが押し気味にいい展開を進めています。ちょっと前回でベティスも少し止められなくなってきたという感じですね。そうですね、やっぱり苦しい時間帯に入って運動量が落ちたという部分もあるでしょうけど、アトレティコの方の球離れが前半に比べて非常に速くなったということが挙げられますね、はい、カミネロハンド、ロペスです。これ今のシーン、まあベティスの方もロレンソ・セラ監督が、まあ、この人は大体昇格させるのがうまいというんでしょうかね、何度もそういう経験を持っています。オフサイドですね。またここでポストで落として再三ペネフでしょうかな、そこに合わせて落とさせるという。サバス突破力あります、ドリブル、ここはソロサバル、あえてと危ない、ゴールキーパーのモリナ、今のプレーです。これはヘッドはカミアスでしょうかね。コーナーキック、身長があるのは17番のヤルニですが、そのヤルニは蹴ります。こちらで競ってシュート、
今日は2失点の森田ですが、先ほどから、まあ、本当に こんなに前で ね、 そうですね、プレーしてよくここまで4失点で、ね、取られたなと感心するぐらいにいや本当おっしゃる通りですよね、まあ、今日2失点で6失点ということになりましたが、リーグナンバーワンの守備力を誇っていますアトレティコ、まあ、2回り目に入る頃からですね、かなりそういったところは分析されて、はい、敵の攻撃も変わってくると思うんですけどね、はい、9番の大柄のペネフが映りましたが、187センチで83キロ、ワールドカップのアメリカの代表には結局まあ涙を飲んで病気もあったんでしょうかね、出られなかったということがありますですね、はい、僕は現地で見てない選手ですから、はい、大きいよシュートはあっと防いだ、これは完全なシュートチャンス、キコこれすごいディフェンスでしたね、今シュートは良かったんですよ、シュートは良かったんですけど、今何番ですか、20番の選手ですか、今の素晴らしいディフェンスでした、今足を出さなかったら完全に入ってるという場面でした。このプレーで今一人倒れてます。ここですね。ここで競った後。オリアスか。ああそうですね。20番のオリアス。倒れてるのはこれヘディングで競った時にかもしれませんね。はい、こちらは大丈夫なようです。今も決定的。アトレティコマドリードは後半になってから同点のチャンス先ほどもありました。そしてこのチャンスと。嫌われています。まだしかしコーナーキックのチャンス。クリアされました。落ち着いてますね、はい、ゴール前でね。マルケス、スピードあります、マルケス。まだつながった。前のスペースを狙いました。ここは両チームとも必死のディフェンスですが。ファールです、まあ、このディフェンス3番のトニーにイエローカード出ました。気持ちは分かりますけど、はい、いらないファールですよね。今ですね、足を引っ掛けました。また17番のこれヤルニでしょうかね。この人は左足で先ほどもいいシュートを見せました。この辺だったら少々角度がなくても狙える左足持ってますね、はい。1番がマルケス手前です。出しておそらく蹴らせるでしょう。やるにシュート。今度は低いボール。強烈ですね。強烈ですね。今のも当たってないと思いますけどね、芯には。前半にベティスが先制。アトレティコマドリード PK で追いつきましたが、再びベティスカウンターで2点目を奪って2対1です。前半に見せた非常に激しいディフェンス、少しこの時間帯になってからやや衰えてきた感じもあります。まあ、ゴールキーパーモリナはペナルティーエリアの外に行ってフィールドプレイヤーの感じの動きが非常に多いですね。そうですね、出てました。だからこれぐらいのベティスの方の追い回すラインフォワードのラインをやっぱり運動量が少し落ちてきた後半というのは全体的にラインを少し下げると思うんですよ、はい、その時に、まあ、アトレティコの方はディフェンスラインとキーパーの間にある程度スペースがありますんでね、はい、そこで前半のようなリベロのような動きをキーパーができれば
非常に機能すると思うんですけど、前半みたいにあれだけ前からプレッシャーかけられた時っていうのはやっぱり危ないですね、出ていくのは。サイドからいきます。再三ゴール前に上げていきますが、今度はまた逆襲、やるにでしょうか。ファールです。ロペス、この左サイドで起点をヤルニに作られるとやっぱりあのカウンターが怖いですね。非常に正確な左足なんで、まあ、5番のロペスを入れたのもそのあたりのケアってあるんでしょうね。当然そうだと思います、はい、左対策だと思いますね。まあ、このホームのベティスのサポーターの応援はすごいですね。しかしすごいですね。ホームで現在2対1とリード。ミス、危ないです。まだ取ったか。チャンスですね。今度はチャンス。中にはペネフ、あーっと奪われました。ベリスキープしながる、マルケルクリアです。これも一気に速い攻めからベティス。まあ、今も一瞬のこうちょっとしたこう集中力が切れたプレーというんですかね、そこからこう互いに攻防がありましたが、あのベティスのカウンターというのはただ単純にボールを前にということではないですよね、はい、本当にあの正確ですね、はい、ボールの精度と走り出すタイミングというのは本当にぴったりですよね。サバスを下げます。ベティス、サバスに変えてアルポンを入れます。今日はアルフォンソが怪我で欠場でサバスを先発で使いましたが、そのサバスが下げられます。入ったアルポンは現在まだ20歳。危ない場面でした。アルポンは今シーズンバルサの B チームからベティスに来た選手。また右から雷入れます。ポストで当てて開いてって攻撃が何度かありますね。やっぱあそこのポストプレー、あ、これはさっきの、ね、先ほどのね、おっしゃったカウンターからのこの攻撃でした。キコとペネフがある程度ポストプレーができればね、はい、これはゴッとクリアした選手が倒れました。まだプレーは続いています。観客はすごい人で、もう出すしかないですよね、はい、強烈なブーイングでボールがようやくいやすごいな、出ました。どうしたんでしょうね、顔かどこかに当たったんですかね。今どこの場面ですかね。コーナーキックで入ったボールをクリアしたんだと思いますが、ここですね今。ここですよね、はい、ここで顔を押さえました。顔を押さえてますね、はい、こう頭でいったように見えてたんですが、頭に当たったように見えましたけどね、はい、大丈夫なようですね。2対1ベティスリードですが、後半に入ってからはアトレティコマドリードにチャンスが多く訪れています。
この辺もね相手に返さないと、はい、何を言われるか分かりませんよ ね、 そうでね。まあそのファンの熱気っていうんですかね、サッカーをすごく知っている、そういったものが選手たちを動かしているっていうのはこういったところからよくやっぱ感じ取れますね、はい。サンチェス原ヤルニカリアス、ここは2人、2人がかりで止めました。うんとイエロー出ました、カニャスに出ました。倒されたカニャスが今怒って一旦声に出して出ましたですね、2人に囲まれて、まあ、後ろからね、はい、引っ掛けられたという感じだったんで、その後ちょっとあの手を使って報復行為的なものをね、はい、したんで、それが警告になったと思いますけど、後半ももう30分が過ぎています、まあ、残り時間が次第なくなってくるという状況でのアトレティコ・マドリードの攻撃。まあ、ホームのベティスの方はもう守りをしっかり固めていってということになってくると思うんですよね。そうですね、もう、まあ、隙あらばカウンターで1点ととどめを刺すという感じでしょうけど、カミネロがここまで下がって長いボール入れました。何なんでしょう ね、 ねディフェンスラインで、あとチャンス、パンティッチ、あっと手伸びました、ファールです。もっと今止めたサンチェス・ハラにイエローカード出ました。この選手よくやってますよね、はい、小さいんですがね、170センチ、これはタフですね、中盤もディフェンスもこなす選手です。今シーズンバルセロナから移籍してきました。またパンティッチ狙っていったか、合わせるか、出しました。1点を追っていきます、アトレティコ・マドリード。2回ほど決定的なチャンスが後半ありました。うわ、懸命に追います。このヤルニを見てると非常にこう、 いい選手ですね。27歳です。まあ、スピードがあってパスが出せてドリブルができるっていうのはね、はい、現在レアルアトレティコマドリードがトップを走っていますが、まあ、この後やはり何といってもね、スターを揃えているバルセロナですとか、はい、昨シーズンのチャンピオンのレアルマドリードですとか、はい、まあ、全部で42節ありますので、まだまだね、全く分かりませんね、分かんないと思いますが、そろそろバルサとかね、レアルが出てくるんじゃないですかね。好調な滑り出しでここまで来ていますアトレティコ・マドリードですが、そのレアル・マドリードに今シーズン13節で1敗しただけとファール。まあ、レアルなんかはあの2トップまだ2人、18歳とかね、19歳とかそれぐらいの選手じゃないですかね。そうですよね、ラウルというね、アルバロとかっていうのも本当若いですよね。ワールドユースで日本と戦った、ね、そうですよ、選手たちもいます。
まあ、ですからスペインも次から次に若い選手が、ね、出てきているんですよ ね。倒れているのはロペスです。顔打ちましたか。ハートなマークのロペス、また選手を変えるんでしょうか。ベティスは今22番のホセマリニが映っていました。変えます。この辺りの交代でいうと7番のアレクシス、ディフェンシブな中盤の選手を変えるんですね。そうですね、どちらかというと、まあ、あのオールラウンドなプレイヤーなんでね、やっぱり守備を中盤少しやっぱり運動量落ちますから、あれだけプレッシャー激しいとね、まあ、より守備をしっかり固めるための交代と言っていいでしょうか。そうですね、24歳の今シーズンバルセロナから移籍してきましたホセマリを入れました。これもいい選手でしたね。アレクシス、キャプテンマークをつけていましたがアレクシスが下がりました。さあ後半ももう40分になろうかというような時間帯になってきました。首位を行くアトレティコ・マドリード、現在リードされています。サンチェス・ハラ、今ちょっと合いませんでしたが、この前回としては面白かったですね。後方から出てくる長いボールも非常にこう正確にですね、その長いボールにまた合わせて長い距離走っていきますからね。はい、残り時間が少なくなってきました。首位アトレティコ・マドリード、昨シーズン2敗しているこのベティスにまた敗れて、ここまでの今シーズン2敗目になってしまうんでしょうか、あるいは追いつくか。さあまたここからなかなかこの時間帯はつながりません。また出ました、これはオフサイド。浅いディフェンスライン、ここからまた狙っていきます。ペネフ出した、さらに浮かした、あっと神野のカット、まだチャンスです。打ちましたがこれは外れました。真ん中で誰かが止めて開いて折り返してで攻めていくというパターンはいくつかありますけどもね。そうですね、よくあの、はい、ベティスが、まあ、守備が非常にね最後のところで守りきってるという感じしますけど、多彩な攻撃をアトレティコの方は後半見せてますね、はい、次第に時間がなくなってきています。ベティスは前半に取ったカウンターでの2点、後半がしっかり守るベティス。ここで奪いましたベティス、下げて時間をかけます。うわこれもオフサイド、浅いですよねディフェンスラインは。そうですね、もう時間ありませんからね、もう完全にみんな上がってきています。なんとか同点に追いつきたい首位のアトレティコ・マドリード。
ファンテイッチ競ります。あ、チャンス、あーっと奪われました。またチャンスはベティス、いきます。ヤルニ左サイド、ヤルニ中央からカニャス、またまたこのヤルニとカニャスのコンビが見られました。本当速いですね、攻める時のスピードが。またなってきます、サイドすごいスピード。これはサンチェス・ハラか。すごいな、このハラもすごいですよね、はい、すごいですね、もうしょうがないですもんね、運動量豊富ですね、はい、逆にこの終了間際の時間帯はベティスがカウンターでチャンスを作ります。時間がなくなってきました、アトレティコ・マドリード。ファンティッチ、届きません。やっぱスペインリーグというのはあの両サイドのバック、特に左なんかの、ね、はい、運動量が多いスピードのある選手というのは小さいんですけど目立ちますね、はい、うん、ここはまあ、その左サイドで言えばアトレティコではトニーとかヘリーとかそんなに大きい選手でもないですし、サンチェス・ハラもそうですよね。バルサの選手もなんかそういうイメージがあるんですよね。非常に惜しみなく動いて小さいけれどもスピードがあるという感じですね。ホームのベティス、首位アトレティコ・マドリードを破ることができるでしょうか。時間が残り少なくなっています。もっと相手に渡してしまいました。一人オフサイドのポジションにいます。またヤルニ、ヤルニはゆっくりとさサイドからこの最後の時間帯に来てアトレティコ・マドリードが攻められなくなってきましたが今日はヤルニが目立っています。18番途中で変わったアルポン、サンチェス・ハラ大気に前、おっとゴールキーパーの今オフサイドポジションですがオフサイドでした。ここまで来ました。残り時間が多くありません。ちょっとアトレティコの方も足が止まりましたね、はい、止まってましたね。ベティスの今日はしっかりとした守りに大事なところをこう抑えられてきています。何やらもうホームのベティスの方は勝利を確信したかのようなこのサポーターの大騒ぎになってきました。ファールがあってこの位置からのフリーキックです。このピンチでハルが今日は決定的なシュートを止めたシーンもありました。これは笛ありません。さあ時間がない、アトレティコ・マドリード、まあ、途中怪我をした選手もいますのでロスタイムがあるようです。シュート、ブレは止めた。これはファインセーブ、ゴールキーパーハロ、いやすごい素晴らしいセーブです。今のボレーもすごかったですが止めたハロもすごい。こういうシーンがあるとねお客さんもたまりませんね、はい、ホームベティス、アトレティコも決定的なシーンがありますが今日は
攻守とそれから運にも見放されている感じです。アルポン、まあ、アトレティコも結局チャンスになっているのはダイレクトなプレーでつないだときにあのチャンスが出ているような感じですもんね、はい、そうですね。奪ったのはベティスです。またカウンターを仕掛ける、左手を挙げているのはカニャスか。落とした。あ、走り込む選手がだんだん時間もありませんし、こう非常にシンプルなプレーになってきました。ここで試合終了のホイッスルが鳴りました。首位アトレティコマドリード敗れました。2-1、ベティスが前半のリードを守って首位のアトレティコマドリードを破りました。これでアトレティコは今シーズン2敗目を喫しました。ホームビリアマルテンスタジアムの大喜びのこのシーンでした。まずそれではヤルニのシュートをご覧いただきましょう。後半です。このヤルニ今日目立ってましたよね。目立ってましたね。本当にいい選手ですね。左足、一方のアトレティコの方ですが決定的なチャンスがありました。これはヘディング得意のカミネロ、さらにここもねこぼれ球チャンスがありました。そうですね、ベネフでしたね。これうわもうちょっとそうですよね、はい、ペネフは空振り気味ですか。この後ちょっとこれタイミングが合わなかったんでしょうね。変わったビスカイノ途中から入りましたが、そのビスカイノのこれはこれすごかったですけどね。よく取りましたね。これはもう今日はハロがね2本そうですね、決定的なところ止めてました。これでもここでこの落ちたところですけどね、はい、素晴らしいボレーですよ。コントロールされた素晴らしいボレー。金田さん、今日はこのゲーム非常にあの見ていて面白 い、 っていう、ええ、楽しませてもらいましたね。まあ、特にあの勝ったベティスの方なんですけどね、前半後半と、まあ、相変わらず運動量の多いプレッシャーをかけ続けながら、とはいってもどっかで起点を作らなきゃいけない、その役割に になってたのがやっぱ左サイドのヤルニ、彼が攻撃守備の起点になってたですね。非常にいいゲームでした、はい、解説金田信俊さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではその他の試合をダイジェストでご覧ください。強豪バルセロナは前節15位のサンタンデールを迎えてのホームゲーム。しかしグアルディオラやデラペニャ、ブスケツといった主力が累積警告や体調不良で欠場したほか、なんとクライフ監督までが風邪をこじらせてベンチ入りできなくなり苦戦が予想されます。しかし20分、右サイドからの折り返しをアモールがコドロへラストパス、スライディングしながらのコドロのシュートが決まってバルセロナが先制します。ところが42分、キャプテンバケーロのミスパスからセマのゴールを許してバルセロナは同点に追いつかれます。
その後引き分け狙いでディフェンシブになったサンタンデールを崩せず、バルセロナは勝ち点1を稼ぐにとどまりました。開始早々の2分、アルコルタのゴールで幕を開けたレアルマドリード対セビリアの一戦。リーグ開幕当初のつまずきから立ち直りつつあるレアルが爆発します。20分、セビリアの不用意なバックパスをラウルがカット。これをアルバロが決めて2点目。さらにその2分後、ラウドルップのヒールパス。一旦クリアされたボールをラウドルップが再びセンタリング。飛び込んだラウルがヘッドで押し込み3対0とします。後半に入った51分、セビリアも左サイドからのセンタリングをモヤが決めて1点を返します。しかし60分、オフサイドラインギリギリから飛び出したラウルがこの日2点目のゴールを決めて再び3点差。結局レアルマドリードが4対1でセビリアを下しました。ここまで10位と今一つ元気のないラコルーニャはメリダとの対戦。7分、右サイドのフリーキックからアルダーナが先制ゴールを決めて1対0とします。しかしその後はメリダの猛攻にさらされ、ラコルーニャは防戦一方。なんとか前半を無失点で折り返します。後半に入った51分、左サイドを上がったアルダーナがベベトをおとりにしてノーマークのマンハリンへスルーパス。これが決まって2対0。ラコルーニャがこのまま逃げ切ってメリダを破りました。その他の結果です。好調エスパニョールが格下のバジェカーノにまさかの敗戦。コンポステーラはナイジェリアのストライカーオエンの2ゴールなどでアルバセーテを順当に破りました。代わって順位表です。トップ3チームの勝ち点差はそれぞれ1。ただし15節はいずれも負けるか引き分けており、さらに昨シーズンのチャンピオンレアルマドリードも徐々に順位を上げてきていることもあって、まだまだ予断を許さない状況です。BS ワールドサッカー、今日はスペインリーグの第15節、ベティス対アトレティコマドリードの試合をお送りしました。それでは今日ご紹介できなかった試合のゴールシーンを見ながらお別れしたいと思います。なお次の BS ワールドサッカーはブンデスリーガの第17節、カールスルーエ対シュツットガルトの試合をお送りします。どうぞお楽しみに。